森くまは広島テレビのアナウンサー。広島テレビ落語会主催。福岡県福岡市出身。中学、高校、大学とバスケットボールに打ち込む。福岡大学を卒業後、TSS の入社試験を受けた後、2002年に広島テレビへ入社。愛称は森たく広島テレビ落語会を主催し、テルヒケマイ Q としても活動。 2017年からは、マージブル落語会にも出演。テレビ派での担当コーナー、水曜日の何々の今更ゼミナールでは、森アナウンサー直筆による、ホワイトボードアートを毎回展開した。現在、毎週木曜コーナー、今行こう。では、西年隆二と、コンビでリポーターをしている。2019年3月29日の、広島東洋カープ対読売ジャイアンツ戦で、 初のプロ野球開幕戦実況を担当した。2019年11月24日、フレスタプレゼンツ第6回広島 42.195km リレーマラソンに再燃竜事、のち、熊切浅見、広島修道大学陸上部員らと出場。結果は、チームタイム3時間27分9秒、フル種目187位。広テレ落語会とは、2014年に、 テルヒケマイキュー、テルヒヤマト、タイラ、テルヒケアサコの3人で設立し、テルヒケマイキューが主催する会派。師匠は、秋風亭邸朝。ありがとうございます。